裏道先行っちゃった。ちょっとおお。まだ使えんのこの裏道。おお。すげえ。家バラバラ。あ、ここだっけ？あ、ここが一番最初に住んでた家。ああ、そうだったっけ。だから俺が日本に住む前に、こうやってお母さんと一緒に日本に来た。ここだっけな、ここ、うん、ここら辺だった気がする。ボット免除、共用に使うボット免除。近い2階、ここでシェアハウスの形式で、うん、いやエリンもここの住人だったわけだもんね。でもね、今ここ家賃すげー高いんだよ。行けるか。7、8万する。あの家が母が7万5千、あ、4万5千で住んでたって。あ、4万5千。ここだね。ここが、ガーナ、ガーナ人が、学校の先輩。マジだ。でも両親は2人とも日本人で、そのガーナの、あの兄弟。ああ、何て言うんだそれ。養子。そう、養子して学校の先輩だった。マジか。家辛いんだ。ヤンザの花が出る。このせいでしょ、狭いって感じ。確かに。あ、あっちです。え、そう、こう行ってこう。ありがとうございます。やっぱ分かんないっすよね、道。ここもヤギ道、ふべがさんですかね。ふべ一個下。いつもね、こうこうこんな感じだよ。で、俺よく遊びに行ってた。ここ遊びに行ってた。猫も結構やってほしい。そう、こんな引いてた。そうそうそう。やっぱエリン、後輩とか先輩ばっかだな、ここ。ここで育ったから。そうだよね。ここ、たけしんちじゃん。学ぶとたけしって覚えてない？しんやさんの今、娘のゆりとかが住んでる。まあ、この上に、あ、この裏に遊んだ記憶がある。嘘。うん。いいけど。일본친구응강아지키우면스티커아진짜강아지키우응강아지스티커응응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 응